マリアンドロイージー RPG ペーパーマリオミックス。よーし、というわけで、じゃあ今回もね、マリアンドロイージーペーパーマリオミックスやっていきましょうか。というわけで前回はですね、この花ちゃんに道を塞がれました。そして、なんかヨッシーがせっかくね、この場所に遠路をはるばる遠い場所からフルーツを取りに来たのに、花ちゃんがそれを食いたいってわがまま言い出して、我々これからそのヨッシーにカツアゲしに行くところですね。いやー、花ちゃんもうちょっとさ、ねえ、あえてヨッシーせっかく取ってきたんだからさ、気を使ってあげようよ、せめて。何？なんか下になんかマップに今レースみたいなの負けてる。何これ？え、何？え、何すんのこれから。ここなら静かに食べられそうだね。いただきまーす。そそるか。いや、カツアゲだろ、やってること。え、このフルーツが欲しいの？はい、やだよ！やっと見つけたんだから、でしょうね。だったら俺たちは仮にお前の命をもらうわけでいいか。そしてね、花ちゃんにね、もう面をね、拝めに行けねえから、俺たち。花ちゃんにもうどうやって顔合わせたらいいかわかんねえからさ、お前の命をもらっていいか。じゃあこうしよう。なんだ、殺し合いか？受けて立つぜ。僕の足の速さには自信があるんだよね。足の速さ。あ、なんか本当にただなんかレース対決っぽいな。僕とレースをして勝ったらあげるよ。本当にレースだったわ。いいでしょう。まあ、こっちはダッシュできるからね。なんじゃお前は。はいはーい、レースのことなら私にお任せあれ。ヨッシーさんに代わりまして、私がご説明いたしましょう。特に頼んでないけど。いいぞ、もっと言ってやれ。レースの説明聞きますよね。じゃあ聞かせてもらいましょうかね。お任せください。声でか。で、何？ああ。レースはこっからスタートしますよ。ここから村をぐるっと回って先に戻ってきた方が勝ちです。ああ。で、スタートは？ああ、こっからこう言って、ああ、はあ、で、X ジャンプかな？見てる通りコースは山あり谷あり、障子にメアリーです。段差でダイブロスしないよう気をつけてくださいね。はい。で、うん、うん、で、この泥は何？泥なのかこれ、石油？この泥はベタベタしますよ。踏まないように注意、要注意です。あ、泥なんだ。泥自体なんか甲羅っぽいようなカラーリングだったからさ。ヨッシーさんは踏ん張りジャンプで大きな泥も越えられそうですが、え、ずる！皆さんは釣られて飛んでビチャということがないようにご注意を。つまり俺たちはその右端の、ちょうど、インをつけなさそうな、その外側を回っていかなきゃいけないと。で、で、ダッシュ版があるね。あ、なんで逆、あ、戻ってくんのか、これ。はい、見えてきました。あの旗が折り返し地点でーす。あそこ回れってことか。はんはんはん、回って、で、戻るのか。この旗を回ったらチェックポイント通過でーす。あとはゴール目指してひたすらダッシュダッシュー。はぁ、あ、はぁ、あ、いや、お前飛ぶのずりだ。お前がレース参加すんじゃねえだろうな。おっと。この派手な色の仕掛け、ダッシュパネルでーす。踏むと矢印の方向へ、もうダッシュできる仕掛けです。ただその間は方向を変えられませんので、違う方向のパネルを踏まぬように気をつけてくださいね。なるほど、間違って踏んだらやばいってわけか。で、ジャンプしてこうやってダッシュダッシュしての、ゴールただし、チェックポイントを通過しないとゴールしても無効ですからね。それでは皆様頑張ってください。というわけでレース始まるらしいです。ジゲマさん、ありがとう。最後に僕から一つ。走ってる時僕に近づきすぎると、ヒップドロップを見やすに、お前何言い出すんだよ急に。怖っ。いや、悪かったって、お前の命もらうとか言ったから悪かったってな。ここはフェアに行こうぜ。将棋がジャンプに変わせるけど難しいから気をつけたな。それじゃあ早速やってみよう。あいつ怖いんだけど急に。行くぜ。レディー、スタート。ちょっと待って、これいきなり、ちょっと待って、うわ、危ねえ、危ねえ、危ねえ、あいつ、ああ、早くない？あいつ。は、これ、ちょっと待って、おい、いってんの。はい。で、これこっち行きんの。で、俺は多分これ出し場に乗った方がいいんだな。で、これは、おふー、というわけで、おふー、いいね、いいね、いいね、おふー。で、これこっち行って、ああ、ちょっと待って、あいつ意外と早くねえか。あいつ意外と早いんだけど、ずるくね。で、これ行って、俺、オッケーオッケーオッケー。で、これ、あいつ、踏ん張りジャンプ、やめろよ、ほんとに。オッケー、で、これこっち行きましいの。意外と遅くねえか、あいつ。意外と遅いね、というわけで、これこっちの、はい、ジャンピンからの、ダッシュからの、ああ、ちょっと待って、まだ、危ない危ない危ない。意外と遅かった。はい。ごめんよ、ヨッシー。ごめんよ。しかも、一回もヒップドロップしてこなかったね。悔しいけど約束だからこれあげるよ。ごめんな。あとで、まあ、自分でまた見つけてくれ。というわけで、これを花ちゃんに届けに行きましょうか。大きなフルーツを手に入れた。でも、この山で暮らす友達は僕よりずっと早いからね。友達もいいんだ。もし会えたらぜひ競争してみてね。はい。ありがとう。はい、というわけで、クリア！お疲れ！というわけで、花ちゃんのとこ戻ってきましたけど、苦労したけど、美味しそうに食べてるわね。もしゃもしゃ。もしゃ、ぷるぷる、うえぷ、はぁはぁはぁ。大満足です。あ、よかったね。それじゃあ、花ちゃんは先に行くですよ。
だったら早く、なんでちょっと遠回りしたんだ。たくさん食べたから、もうバトラーですよ。はっ、それ安心する、俺も安心したわ。とりあえずこれもう花ちゃんに邪魔されず済むって。わ、おお、道塞がれてたね。結局ダメだったわけか。思った通りですね。ふん、うわ、ほんとあいつ邪魔ばっかしてきてんな、カメック。悪者が森をこんなに荒らして、花ちゃんの満腹パワー食らいです。おー、暴走機関車、暴走機関車トーマス。というわけでは、我々先進んでいきましょう。というわけで早速先進んでて、なんか敵とかはいんのかな。でももう槍砲とかハックはもう戦ってるしね。まあ戦ってもカットということにしましょうか。とりあえず先進んでいきます。お、こんなとこに入れる場所あるね、みんな。ここ入ってた。これなんだ？シルバーハニワ出たー。まあ、シルバーハニワもう効果前回と同じなんで多分見ませんけど、あれですね。なんだっけ、そう。売ると金になるよってやつ。というわけで、ちょっと槍兵法倒してくる。あ、またこれ、あいつ体当たりしちゃダメ。オッケー。いきます。というわけで、先にちょっと先進んできたんだけど、あれ、こっちが左側行けんね。あ、あれか。ちょっとマップで、ここ登れなかった場所か。で、アイテム何？折り紙ブーツ。あ、いいじゃないですか。あれだね、折り紙ブーツ店で売ってるやつだね。あ、普通にマップで置いてあるんだ。へえ、ありがたいね。ちょうど金に困ってるからね、ありがてえ。でもさ、店でもしかして買ってる人がいたら普通に損だよな、あれ。普通にマリオたちの装備だったらさ、一つ買ってるだけだったらさ、もう一つでもルイージがとかにさ、装備させればいいけどさ、ペーパーマリオだと出たら割と損だよね。で、花ちゃん何してんの、こんなとこで。よう、取ったの。やられたですわ。え、何を。え、どうしたんだろ。大丈夫、誰にやられたの。このビリビリするもんにやられたです。あー、すごいね。なんかこういうやつなんかで見たことあんな。このもん電気が走ってるわ。こいつは近づくのも危ないわね。そうだ、ピクミン2だわ、うん、キーピクミン呼んでこなきゃ。で、あれあれ、どれ、それ、どうかした。あ、あんなとこにボム層が。ボム層、そんな危険な植物あんの。うわ、本当に爆弾じゃん。ボム層、ボム層だな。あの爆弾に痛みをスポーと引っこ抜くと、しばらくして勝手に爆発するびっくりの草でーす。ずいぶん物騒な草ね、ほんとね。俺使わないんじゃね。そうね、とりあえず先へ進む方法を探さなきゃ。あのボム層も何か役立つな、いろいろ試してみるといいわね。ああ、なるほど。まあ、とりあえずどっからかあっち側に渡んなきゃいけないわけか。ああ、これじゃね。これあれかな、ハンマーかな。ワン、ツー。ドゥンジャンゴ、どう。あ、いけた、いけた、いけた。なるほど、これでこっち側渡れるわけか。うん、おら、おっと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 んじゃん。何、いや、てんてんてんじゃねえよ。あいつよ、あいつよじゃないよ。え、うん、いいじゃないのよ。お、あ、あの野郎、ふぅー、煽ってやがる。なるほど、つまりあいつボム層で吹きあれだな。あそこから追い出してやればいいんだな。で、こっち側何があるの。うわ、やり方がいいのか。もうやり方は戦いたくないんだよな、あいつめんどくさいから。というわけで早速これこっち行ってて、すごいここら辺なんかやけに金が置いてあんな。なにこれ、カメックのサービスなのかな。ちょっと迷惑かけちゃったからね、ちょっとこれプレゼントだわ、つって置いてくれたのかな。で、これは ABY のジャンプで上がれると思ったが上がれたね。オッケー。というわけでこれ上がってって、で、ここにアイテムあると思ったかね。で、ハックンがいるから無視しつつ、で、これはあれだ。ABY のクッション。これでショートカットみたいのができたわけで、これで来た道戻れるわけだ。で、その前に取っ手を吹き飛ばしてあれだよな、俺たちは。あいつから新しいブラザーアタックを、あいつに食らわせてやる必要があるわけだよな、というわけで、これトリオハンドでいいのか？ちょっと待って。A, B, Y, X, Y, シュイ。うわ、結構物騒。ちょっと待って、急がないと、急がないと。これ、Y で投げればいいのね。行け！おい。いや、落ちたけど大丈夫か？あ、ん？大丈夫かい？死んだ？で、後泡が。あ、いや、あっち側に出たぞ。あの野郎。わ、すごい。あ、お、あれ、あれ、スピードボムじゃね、あれ。マリオ。あれ、スピードボム？懐かしい。え、マリオイフォーのやつ。ああ、スピードボム今回常連さん扱いなんだ。お前も、すごい、これ、あれなのかな、チャレンジであんのかな、こいつ。こいつ苦手なんだから。ボム層のおかげで取ってんからブラザータックを取り返したわね。この調子であのビリビリするもんも何とかできないかしら。なるほど、なるほど、なるほど。まあ、というわけで先にはこっちで今度はボム層を取ってあの門を破壊すればいいわけか。じゃあ、ルイージャーはまだゲットできないのかな、この感じ。よいしょ。で、とりあえずこれでこっち行ってあそこに投げればいいのかな。多分こっからだよね。で、こっから、ポン、いってらっしゃい。おー。これでいいのかな。お、壊れたっぽい。ふん。あー、しかも開くんだ。弱点さらけ出しすぎだろ。ビリビリは消えたでーす。きっとこの先に悪者が置いた。でっかいゴミがいっぱいでーす。
花ちゃんが先行って森をきれいにするのでーす。ありがたいね。じゃあ我々も早速先進んでいきますか。うおー、走ってたな花ちゃん。この前何？うりゃー、ドリア、ドリア、ガノンドルフいた。花ちゃんは頼もしいわね。私たちも頑張っしょう。はい。というわけで、じゃあ早速我々の先進んでいきますか。もうザコ的はもうある程度意外とレベル前回2倍にできたんで、ボス戦のやつを。もう経験値もうザコ的は無視して先進んでいきます。そうしよっか。でもスターポイント貯めたいんだよな。どうしようか。ちょっとスターポイント貯めるためだけにちょっと敵ボコしてくるわ。行ってきまーす。ん？みんななんか、キラキラのカード落ちたザコから。何これ、制限時間タイマー5分伸ばすタイマーが表示されてるだけに、どういうことか？ 5 分伸ばすのか、タイマーを。制限時間のタイマー5分伸ばす。あー、そういうことあれなのかな。ああいうなんか、キノピオとかでさ、制限時間ある系のさ、やつあるじゃん。それバトル中にこれ使えば制限時間伸びるってことなのかな。へー、そんなもんだ。セットを変える機能が追加されました。バトルガードを3つまで作成できます。あー、そうなの、カードセットとかもできるんだ。へー、あれ作成すれば便利ボタンを押してセットを変えるを選んでみましょう。へー、そんなのもあるんだ。いいね。便利で良さげだね。ちょっとカードをちょっといろいろ編成しようかなと思ったんだけど、正直今回そんな BP 消耗しなくらいする前に終わっちゃうが、BP 回復意外といらない気がすんのよ。で、代わりにパワーダウンを入れといて、さっきの制限時間伸ばす系ってこれ、しかもキラキラカードだしね。でも入れとくべきかな。どうなんだろう。みんなよかったらコメントで教えてくれるこれ。なんかこれ、なんか 3DS 動かすと、キラキラのなんか表示の変わり方がなんか違うほら。なんか今 3DS すごい動かしてんだけど、なんかこれ、キラキラの雨のなり方がなんかすごい、俺が 3DS 動かすと変わるね。おしゃれ。まあ、というわけで、ザコ敵は全員やってきたんで、先進んでいきましょうかね。さて、この先進んでて、うおー、なんかパックンがいっぱいいる。これパックン耐えたりしたらダメから、あぶりこいつ炎入ってくんですけど。パックンフラワーはいる。パックンもいるんだ、今回。で、うおー、なに、初めて見る技なんだけど。はぁー、危な。なにあれ。しかもなんかあいつは束の数多くね。え、なんだ、パックン出てきた。おー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 、なに、おーおー、なに、あいつ血気盛んじゃん。てかここの森パックンもいるんだ。でまたこれ奥に行ったところで多分あれでしょ。あー、またボム草なんか使えって感じはしそうだね、あの感じで。ザコ敵もいるがそう簡単に運べないわけか。でこっちはなんだ、ここどこ。うハックンがいるな。ハックンがいるのほっといて、これはあー、また隙間があんのか。で隙間ってこれは何、スーパーショープ、それだけかな。それだけ説全然危なすび。オッケー。で、これは、あー、金か。あー、ただ繋がってるだけっぽいね。じゃあ何もないわ、ここ。買いましょう。さて、ちょっと一応パックの行動パターン見たいんで、ちょっと一応ゴーストクッキー食ったね。で、これは？で、ルイージが。おー、意外と遅い。おー、なるほどね。なるほど、あれは、これグイーンって引っ張ってポンね。で、ジャンパー何？お、遅い。おー、誰を狙ってか分かりづらいな、あいつ。なるほど、小さい方は大きいやつはペーパーマリオね。オッケーオッケーオッケー。覚えた覚えた。で、小さいやつは、二人に来んのね。オッケー。ほい。なんか、方の時に比べて若干遅くてやりづらいね。おーい。ん？なんだ？急に先進んできたなんか、おーいって言われた、誰？ん？こっち、こっち。誰？ん？あ、花ちゃんかい。ここですー。お前が呼んでたんかい。さっきはでかいビリビリがあって、花ちゃん先行けないでーす。罪でーす。いや、積むな、そう簡単に。まあ、というわけで、我々は、だ、これで、まあ、トリアをキャッチして、あれってことかな。で、これ、まあ、とりあえず、コインだけ取っときましょうか。どっこいしょ。で、これ、ここになんか、台座が必要ってわけね。まあ、とりあえず、周り渡るしかなさそうだな。で、お、危ね。ファイヤーパック。ファイヤーパックがいっぱいいますね。で、これ、あ、こっから行けってことかな。はい、B、Y、OK。で、これ、こっち行きましのして、で、まあ、あの金はちょっとほっといて、ん？これ、取るじゃん。取って、で、よいしょ。で、行くじゃん。で、これ、こっち側に行けってたけど、これ、ん？こっち側に投げるのか？いや、意味ねえわな。ん？これ取ってどこに投げればいいんだ？なんかあるのか？一応ちょっとやってみる。どっか行く場所あるかな？とりあえず、ファイアーパックンかなんかにぶつけてみりゃいいのかな？行ってみる？よいしょ。いや、意味ねえな。どこに投げてんだ？なんかこっちはまだっぽいから、ちょっとこっち行ってみる。ちょ、こっち行ってみようか。で、うわぁ、やりほいんのか。で、これ、足にドブがあるわけが、ドブっつうか、あの泥がね。だから、泥があるから、若干足遅くなら気をつけていかないと死にますよってわけが。で、これで、よっこいしょーとけで、急いでいかなきゃいけないんだな。よっこいしょーと。ちょ、ごめん、やりほい邪魔しないで、オッケー。やばい、これ間に合う？間に合うのこれ。間に合ったー！よいしょー。意外とギリだな。で、もう一つをどう破壊するかよ。
もう一つ間に合うか、あれ取ってあっちまで。そんな長く持たないでしょう。あ、みんな、わかったわ、これ。多分これあれだわ、こうやって ABY でやるじゃないですか。で、あっち側のエリア何のためにあるんだと思って、これ落ちるためだ、こっから。で、ここから落ちて、で、ここで、ぴょーんと上がりましたら、積みましたね。これ、こっち、なるほど、こっちから行かなきゃいけないのか。くそ、マジ、間に合う、間に合わない。というわけで、というわけでリベンジタイムですね。いや、奥側の方行けばよかったんだね。いや、ごめん。普通に失敗したわ。で、こっち行って、で、こっから投げればいいんだ。オッケー、行ってらっしゃい。えい。で、これにて柵を破壊できたので、また行けると。はい、早送り。えい。あ、開いた。あ、皆さんのおかげでビリビリが消えたでーす。あのでっかいゴミの匂いはもうしないですが、はるちゃんまた先を見回ってくるでーす。大丈夫かな。まあ、とりあえず我々もついていきましょうか。さあ、私たちも行きましょう。そぐりさんじゃ、きっと、もうすぐよ。もう山つくの、早くない？まあ、いいや、とりあえず行きますか。うん、きぇえ、なんじゃい？うわー、なんだこりゃ。謎ウォール。あんたは、ペラペラ、あ、じゃない方のカメック。じゃない方ってなんだい？まったく、あの連中が現れてからややこしくって困るね。とにかくあんたたちをここから先には行かせねえわ。腹立つ。え、何？ん？何？急になんか始まったんだけど。この弾に3回だったら出直しだよ。いや、教えてくれるのありがとうね。いいんだよ、そこら辺のボムで私を撃ち落とそうとするんじゃないよ。絶対にするだよ。フリ？いや、なんか倒せばいいらしい。で、レディーファイト。なんか急にカメックと遊び出したんだけど、何々で、まずボムがあここにあるじゃん。で、なるほどね。まあ、とりあえずこれで ABY ってわけで、どっこいしょ。で、これをカメックにぶつけりゃいいんだな。おる。あいたたたた、まぐれって決まってるよ。すごいな。わざわざリアクション取ってくれんだね。ありがたいね。え、多分ここにしかボムはないのかな。一応周り見回ってみよっか。あ、ここにボムあるね。ということは、こっから、おーっと、なんじゃい。このバカ野郎が！え？なに？あ？え？なに？何がしたいの？何がしたいの？あの人。え、なに？はあ、え、このバリアにはボムが効かないのさ、まさに無敵だわ。はあ、ボムが効かない。もしかしたらワープしたすぐ後がチャンスなんじゃない。ああ、そういうこと。すごい律儀に教えてくれんね、この人。すごい、なんかすごい分かりやすくていいですね。というわけでこれでいって、あいつワープするでしょ多分。おい、おい、ちょっと待って、投げなかった、ごめん、間違えて捨てちゃったわ。で、これであいつがこっちでワープするでしょ多分。で、ワープした直後が大事なので、多分ここで、おい、おい。うわはっ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 は。あ、入ったったった。まったく生意気な奴らだね。逃げよう。すごい逃げるね。で、またワープしてくんのかな。まあ、とりあえず追いかけましょう。よいしょー。というわけで、ここでジャンプしまして、ヤッホー、どう？はっ。むすや。お、分身した。あ、笑いが止まんねえわ。私が本物だけど、最後まで見分けられるかい？え？はあ。というわけで、なんかシャッフルしてますね。で、はいはいはい。というわけで、とりあえず、一応まあ、あいつの様子は見てるんで、これで、こっちですね。よいしょ。おい。あ、はいたたたた、これはたまらんわ。次だったらこうはいかないからな。覚えてな！何がしたかったんだ、あいつ。いや、一方的ないじめでしたよ。ひどかったね。やれやれ。どうやらよっぽど私たちは山へ行かせたくないよね。先行った花ちゃん大丈夫かしら。そうね。てか、ここにカメック二人来てるんだ。この先も何が出てくるかわからないわ。用心しながら先を進みましょう。セーブしとけってことかな。一応セーブしとく？じゃ、とりあえず先ちょっと進んでみようか。ね？ジュゲームハウスがある。ジュゲームハウスがあんの？ちょっと待って。ここのジュゲームハウスなんかあんの？今開ける歴のベースがありません。出直してこいや、ボケ。はい。まあ、というわけで先進んでみよっか。で、ちょっと回復ポイントあるね。つうか、これボスかな。まあ、いっか。今回ボス戦だけやっちゃおっか。せっかくだし。意外とザコと戦ってる時間長いと思うんで、早速、こんにちは。カメックかな？お前が森を荒らした悪者ですね。もし、花ちゃんが？花ちゃんの森に、花ちゃん、怒ったぞ！やれやれ、せっかくの足の毛壊しに来たのかい。いや、お前ら、声似てんな。厄介な子だね。そんな悪い子にはね。こうだよ。どうだよ。クソだよ。うわー、なんだ、ちょっとでかくなった。戦うの？戦いそう。いや、花ちゃんと戦うんか。花ちゃん？やばい。暴走してる。これ無理だわ。花ちゃん、正気に戻って。もう聞こえちゃいねえわ。さあ、花ちゃん、悪者が誰か教えてやるよ。
こいつらだよ。いや、ロロロロロ、いや無理だ、これ話通じねえわ。いや怖い怖い怖い、やっつけちゃうなよ。うわー、チッピーがすごい逃げてる。というわけで VS 花ちゃんらしいですね。まさかの花ちゃん。うわ、なんだ、パワーがアップした。なんだあいつ、攻撃力アップしたぞ。ならこっちもパワー上げるしかねえよなと思ったが、まだちょっと一旦カードはちょっと使うのやめましょうか。ちょ、カードが補充されてないんで、まあ、とりあえずスピードオンまで行きましょう。え、てかこれ花ちゃん攻撃通じる、通じる、どうなんだろう、試さなかったな。胴体とかあったかな。まあいいや、とりあえず、あ、胴体、いや胴体に攻撃してる。どうやら今回効くみたいな、普通に胴体でも。はいはい、8888812と効いてる。100、いいダメージだ。というわけで、ちょっとこっちもキャラクターカードを使わせてもらうぜ、みんな。というわけで、俺が使うカードはこれだ。シャキーン。というわけで、下画面見てくれ、みんな。コストが半分になりました。というわけで、早速お前の経験値を 1.5 倍にしてやるぜ。ははははは、バイ。これでうまい。そして俺はさらにお前の攻撃力ダウンさせて、こっちの攻撃力上げさせてもらうかな。まずはパワーをアップだ。さあ、いいぜ、パワーアップ。で、これ、花ちゃん単体だよね。ということは、あれかな、後ろにいる神か何なんだ、直回ボールがあるわけじゃねえから攻撃できねえし。ま、で、違う、攻撃力ダウンしなかった今。え、ダウンしなかった今。あれ、もしかしてこれボスには効かない、え、もしかしてこういうダウン系でボスには効かないの、え、だったら入れとく意味ねえんだけど。え、マジかよ、ボスに効かねえのこういうの。嘘、俺の期待返してよ。はえー、マジか。ああいう系はボスに効かないのね。まあ、覚えときました。というわけで、じゃあ、あのパワーダウン俺買った意味なくない、雑魚に使う予定ないもんだって。というわけで、100、124、すごい入ったな。まあ、てか、今のレベルだと妥当なのか。どうなんだろうね。で、ドツン、150ダメージ。で、花ちゃん怒った。花ちゃんすげえパワー上げてるな。で、どういう攻撃、衝撃発砲ーい。はい、はい。おー、ルイジ、押してなかった。え、何、おー、え、種、はい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 。あ、オッケー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 。わかりやすいね。で、何、うー、なんか、もう、ソーリュート垂れたのさ。あー、いってなー。やるね。で、何、誰だろう、今、マリオが追いかけられてる。なんで、どういう感じ、あ、これ多分止まるタイプだな。で、いや、やりほ、止まった、チョロック。はい、どっこいしょ。で、はぁ、痛い痛い痛い。ちょ、待て、逃げろ。意外とあの槍砲結構突っ込んでくるわ。で、あいつは横を通り過ぎたら、ほっ、オッケー。これでオッケーかな。うん、壁突っ込んでくない、これ。うっ、こいや、あ、潰される。マリオー、痛い。なるほど。ディフェンスがアップしましたね、とりあえず。で、どうすっか。まあ、とりあえず、回復しておいた方がいいかな、マリオ。一応、マリオ回復させておきましょうか。マリオスピードオムで火力とか出せるんで、一応、スーパーキノコか。あぶね、スピードキノコっていうとこだった。で、スーパーキノコで回復させて、なんか雑魚的来たんですけど、何しに来たん？で、はーい、邪魔。オッケー、まあ、というわけで、これに雑魚的来んのかめんどくさいな。あ、でも攻撃力アップできればいいね、ルイージ。で、誰だ？だからお前のコートパターン覚えてるぜ。ほい。あ、ルイージだった、危ねえ。危なかった。マリオが止まっちゃった。で、これはどうするべきか。これは吹っ飛びロケット、いや、スピードボムでいいでしょう。こいつは火に弱いんで。オッケー、スピードボム。いきます。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. え、俺撃てなかった、最後。そう、最後撃てなかったか、今。納得できないね。で、これこっちコピー回復しまして。そうだな、ちょっとこっちもね、キャラクターカードじゃなかったら、ちょっとカード使いましょうか。ダメージ2回0。オッケー。まあ、雑魚的な攻撃は食らわないと予測してるんで、まあ、とりあえずはどうしようか。スカッシュで攻撃する、これ。あー、どうしようか。雑魚的な、でも、ルイージがファイヤーフラワー使えばいいと思うんで、あいつら神なんでファイヤーに弱いんで、花ちゃん特攻できますか。行きましょう。ほっ。というわけで、ちょっと今回低かったな。ちょっと連打力が今回足んなかったわ。毎回連打系疲れる。おー、ナイス、ラッキーヒット。いいね。で、どれくらい入る ?124、いいダメージ。すんばらしい。エルゼー。というわけで、これで163入って、で、花ちゃんパワーアップか。で、何してくる？なんだ？奥行きっぽーい。何あれ？何？紙飛行機か。違う、なんだこれ？え、チュートリアル、ブーメラン防御。何それ。スライドパッドでターゲットカーソルを動かすことができます。はい。ああ、そうなんだ。で、これターゲットカーソル。ああ、意外と遅いな。意外とガンダをしても遅いわ。で、これ何すんのこれ。花ちゃん狙えばいいの？ターゲットカーソルをボールに合わせてみてください。あ、はい。はい。で、それではブーメラン投げてみましょう。ルイージは B ボタンブーメラン。はい。で、マリオ、マリオが投げるとルイージ帰ってきますと。あ、なるほど。で、次はマリオ A ボタン投げる。はい。で、その調子、それでは本番スタートでボールを狙いまくればいいのか。で、こんな感じでこっち。おい。あー、ちょっと待って、変な風になっちゃった。で、これでこっち行って。はい。一回止まるので、ね。はい、これでこっち行って。で、さらにこっち行っての。はい、からでこっち行っての。オッケー、からのこっち行っての。あ、ちょっと待って、なんかカメックいんだけど。なんだあのカメック。オッケー、というわけでこれこっち行ったらこっち行ったら、おー、破壊した。おー、転んだね。
まあ、ちょっとかわいそう。へえ、そんな防御マンだ。てか、後ろの神か何なんだ。で、ブーメランチャレンジ。達成したね。で、バトルガイド項目追加。いらない、いらない。で、さらにアクションでスターポイントが増えるやつを使いマシーンをして、で、そうだね。で、これで、そうだな、ファイヤーフラワーで全員攻撃しましょうか。いきます。ほい。で、後ろの亀が何もしてこないね。魔法かけるぐらいの援護係なのか、あいつ。まあ、とりあえず、ファイヤーで全員攻撃するまで作るしかないわな、ってわけで。おーい、オッケー、レッツゴー。ほほほほほほほ、ファイヤー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 。オッケー、いいダメージだ。さて、で、マリオじゃなかった、ルイージがさらに攻撃をアップして、で、何？お前らか、ルイージが。おい。今できてなかったの？恥ずかしい。で、またルイージ。ポン、ポン、ポン。ポン、オッケー。で、全滅。オッケー、さらにルイージが攻撃力アップ。いいね、ルイージ。キラーブーツが生きてるぜ。で、さらにだ。どうしよっか。これはまあ、吹っ飛びロケット。いや、スピードオーモでいっか。とりあえず、あの、槍砲を仕留めたい。あいつ邪魔。おい、よくしょう。というわけで、これ槍砲も始末できて、花ちゃんもダメージいい感じに稼げたと。で、まだ花ちゃん意外とタフいな。だちょっとこっち経験値 1.25 倍させてもらうぜ。お前らの経験値をどんどんうまくさせてもらおう。まだ花ちゃん怒ってないのかこれ。タフくね。で、さらにコインを 1.25 倍しました。もう金と経験値の猛者なんで俺。というわけで早速まあ鳥を描いていきましょうか。花ちゃんタフくない？よいしょ。いや、だんだんもう連打力が疲れてきてるのが目に見えてんな。1670しか出せなかったもん。で、26与えてのバチコース。お、あれ砕けたな。そう、このね、ペーパーマリオのこの鳥アタック、最後に髪がなくなると、とどめを刺した扱いなんだけど、あれ、花ちゃん倒したこれ。あ、花ちゃん倒した、倒した。おー、これで勝ちか。ん？いや、違う。カメックもいんのか、これ。めんどくさいね。どうしよっか。まあ、カメックはまだ死なないと思うね。まあ、とんがりしてるだろうな、これは。じゃあ、行きます。おい。経験値2倍のカードあんだけど、使いどころ難しいな、今回。これ、花ちゃんを倒した扱いなのかな？おー！全然ラッキーヒット出ないな、ルイージ。もっとラッキーヒット出てもええよ。116。ほい。で、ん？なんだ？ん？なんだ？四角？誰？あ、違う。ルイージがマリオ、丸。ペーパーマリオ三角ね。オッケー。で、三角、ペーパーマリオ。あ、マリオ、丸、ルイージね。はい。オッケー。で、14。なるほど、これを繰り返していくのか。その間、あいつを倒さなきゃいけないってわけだな。まあ、スピードオームでしょ、神なんで。これ、花ちゃんにはいかないよね、攻撃。さすがにいかないと思ってるんで、いきます。はい、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 はい。どうよ。意外と効いてんじゃないですか、187。いい感じ効いてる。どうするこれ。怒ってないけど、ちょっと経験値2倍のカードを1か8か使ってみていい？取り替えてなんか、とどめさせそうな気がする。どうだろう。って、こいつはとどめさせんのか。わからんな。まあ、いっか。とりあえず、鳥を帰って使ってみましょうか。いきます。という、レンタル力復活、1779。うーい、いってらっしゃい。23。意外と防御力硬いのか高いのか低いのかわからんな。で、お、倒した！どうだこれ、経験値2倍扱いか。なったのかな。もう、経験値の、経験、ボスを経験値しか見てないもんね、もう俺で。え、あ、いいんじゃないですか。あ、でもあいつ逃げる気だ。どうなんこれ、経験値2倍扱いなんのか。え、大丈夫？なんか言えよ。で、パワーグラブ！いいね。で、経験値2250。増えてるこれ。まあいいや、というわけで、レベル18になりました。ありがとうございます。意外とやっぱ、連戦って扱いでそんな体力多くないイメージだったから使ったけど、やっぱ体力多くなかったね、カメック。ほぼ花ちゃんだったね。あだだ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 だここは一体引いてるのかね。覚えておいで。はい。帰ったね。皆さん。お前死ぬんか？花ちゃんと、いつまでも一緒だって、そう言ってくれるんですね。ありがとうございます。花ちゃん、皆さんと出会えて、木の実がいっぱい食べられたです。それに、あの、大きな、フルーツ、美味しかったです。だから、だから、花ちゃん、今すごく、幸せなんです。花ちゃん、死ぬの？皆さん、きっと疲れたですよね。全然花ちゃんは、ちょっとだけ、疲れちゃったみたいです。花ちゃん！なんだか、とっても、眠たいです。ああ天下のお迎え、パタクリボーがお迎えしちゃってる。何パタクリボーのお迎えって。フランダースの犬これ、花ちゃん！ダメ花ちゃん！言っちゃダメ！いいやつだったよ。ルイージー、惜しい人を亡くしたり、いや、おかしい人を亡くしたり、花ちゃん。
すごい泣いてるチッピーたち。みんな泣いてるな。え？よいしょっと。花ちゃんこれ。ん？あ？皆さん美味しいものをたくさん食べさせてくれたから、花ちゃん蝶になることができたんです。いや気持ち悪い進化の仕方。花ちゃんってこう進化すんの？誰があれさっきのパタクリ坊たちが撒いてくれてんのかな。皆さんはそくりちゃん家に行きたいんですよね。あ、そうは乗るです。お前が案内してくれんかい。ありがとう。それなんかスーパーマリオペーパーシールでもなんかこんな感じでクッパージュ行った覚えあんな。行くですよ。ふん。花ちゃんの進化系ってあんなんだ。で、ここがそくりさん家か。で、クッパージュニアとピーチ姫がいるんだっけ、ここに。まだ随分遠そうだな、道のりは。あ、よいしょーっと。ありがとう。助かったわ。この山はとっても高いところにあるのです。だから戻りたいときは、花ちゃんに言うですよ。花ちゃんこれ、待ってるです。ありがとう。この山のどこかにピーチ姫がいるのね。絶対に助けなくちゃ。行きましょう。というわけでじゃあみんな、今回の動画ちょっと長めかもしれんが、ここで動画区切るわ。じゃあ次回、いよいよこのそくり山地にて、ピーチ城を助けに行くために、まあ周りを散策でしょうね。それじゃあ次回の動画で皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。